畑山駅は台湾高尾式三区にかつてあった台湾東洋鉄道機微線の駅。駅舎の前方と後方に古墳舎の線路があり、南側は東の旗を通し置かた、三の畜東角方面に向かい急極道方面の上り列車は駅直後に南方に転じる。初期は杉林方面への貨物支線が駅前方から伸びていた。駅舎は 和洋折衷の設計が採用されている。正面から、左は八角形の先頭、半八角形の屋根全体は、西洋風、右側の三角屋根及び、袴莫し屋根を採用した妻側とその内部の梁は、日本風を折衷している。ホームは、武徳殿と同様、台湾レンガ射精の赤レンガが、一部は、備前焼の床タイルが使用されている。路線廃止後長期間放置され、 その間4度の火災に見舞われたため、当局が一度は撤去を計画した。文化資産登録と修復を終えたものの、2015年には天井板の塗料が劣化、また外壁が台風で一部破損したため、一般公開を中断し、翌年春まで閉鎖の上で再修復が行われた。現在は、東鉄古事館という名称で資料館となっている。 1930年代に年間旅客数が10万人から30万人に急増し、1937年には37万人を記録した。これは当時の高尾州管内では、平東駅と高尾駅に次ぐ3位だった。ありがとうございます。